つもありがとうございます。ニニニットです。今日はちょっとやりたかったゴム編み機を使ったひし形模様ですね。交差するひし形模様、これをやってみたいと思います。もう一模様しました。で、使うおもりはこの、トライアングルのこれに、これを均等に編み地にかけて、これだけの目数なので、で、この重いおもりを一つかけます。これだけでここまではノーミスでやってきました。一模様やったところです。で、模様の範囲、ここに表目が4目、2目2目の4目ですね、あります。で、裏目が2、4、6、7、7スティッチーズ、7目両サイドにあります。で、これを1目ずつ、これ1回交差したところです。で、1目ずつ2目を両サイドにずらしていくのをやってみたいと思います。で、使う、ツールは1本の写しと、あと交差するときにこの2本2本ですね、これだけです。はい、ではやってみたいと思います。まず2目ずつを1目両サイドにずらします。これフックに入れて針を出さないように気をつけないといけないですね。で、ここに2目編まない目があります。で、外側の、裏目をよいしょ、外れない、外側の裏目を2目ずらします。だから2目分中に入るっていう感じですね。これ外して1、2と飛んでこういう形になります。だからこの2目がこちらの表目にかかってるっていう感じですね。で、なんとなく失敗したくないんで、模様編みの部分、編み始め、右から左に動かすときはこうやって出してます。で、2段で、また2目ずつを外に出します。両サイド、で、これで、編まない目、編み機の方の編まない目が4目になって、両サイドから裏目がまた2目ずれて、ここですね、2目ずれて入ります。中に入る。これ編み機、本機だけでやろうと思ったら大変ですよね、これね。タッピ返しの、タッピ返し、ひたすらタッピ返しになりますよね、これね。はい、で、2段これを繰り返していきます。これで2、4、6目になりました。表側の編まない目が6目。あ、これ出しちゃいけない、出したらダメ、出したら裏目を写せないですね。で、この裏目1つを1、2と飛んで中に入れます。表目が外に1目ずれて、裏目が1つ中に入る。表、表、裏、こんな感じで、2番
ここに2目が、リブキの方に2目が残る形で写していきますね。あ、これちなみに P、 あのこう並んでる状態ですね。 P の5になってます。ピッチが P の5、今写しましたよね。で2468目で、ここ編まない目が2468、間違いないです。でずれた表目で、裏目があと3目外側に残ってる状態。はい、もう一回写して角にしようと思います。中に入る。出さずに編んでみよう。これで裏目が両サイド2目になってます。ここでもう2段入れようと思います。でここからはちょっと大きくした方がいいかな。ここからは表目を中に入れて裏目を外に出していきます。1目ずつ、まず中に1目表目を入れて、で中の裏目1つを外に出す。時々こうやって引っ張った方がいいですね。だからここに、これに表目に該当する2目がここに残る、下がってる形になりますね。外の目を、あ、中の目を外に出す。こんな感じで。中に入って。で、あ、出しちゃダメ。中の目が一目外に出て、裏目の編まない目がここに2つあるという形。中の目が外に出て、裏目はだから2目飛ぶことになりますね。1目です。表目は1目ずらす。で中の裏目を、中の裏目を1つ、あ、2目ずらす。12とずれて、これで一模様の、ちょっと待って、あ、まだか、まだだ、もう一回ですね。この外の目を2目ずらして、あ、中の目を、裏目は2目ずらして、おっと落ちた。これ落ちると大変だから気をつけます。もう裏目が、中の裏目が2目になりました。ちょっと引っ張ってあげて、編み地引っ張ってあげて、でもうこれで交差の、一模様の交差の最後です。また元の通り、表目が2目2目と4目並んで、中の裏目が
2目ずれて外に出る。よいしょ、あれ、あ、違う、隠し歯の上か。え、これでいいんでしたっけ。よいしょ、はい、これでここ裏目、え、裏がこう中心に4目が残って、裏っていうか編み機、あ、リブ機の方が4目残ってます。これがスタートの時のと同じ配置になりました。で2段で、ここで2目と2目を交差させます。模様できました。多分この辺りで本当は重りをね、目が浮いてます、しないといけないんだと思います。では目を上の方に移して、少し平編みをして見てみたいと思います。では外します。後ろはこんな感じです。こんな感じ。さあ表、ギャーできてる嬉しい、できてますよ、はい、表こんな感じです。わーすごいですね、これ感激、ニニ感激これだって手でやろう、手でやろうっていうか、このね、ニッターだけでやろうと思ったら、これ全部タッピ返しですよ、後ろからね、素晴らしい。で、この他のね、いろんな機能よりもこういうことに感激してる私なんですができました。これカノコできますね、シードスティッチ。それからガーターはどうだろうってこういうことをいろいろ考えるわけなんですが、でもせっかくこのトピカル7 KH970-970 を様を設置してるわけですから、次の動画はですね、もうせっせと海外の CB1 の方の操作について、海外動画をもうダイアナ先生を筆頭にせっせと見ましたので、もうまずは CB1 の、おそらくこれが一番特色なんだろうなっていうパターンをね、製図をして編むという、指示に従って編むという、デザイナーにとのちょっとアナログ版的な感じの、やってみたいと思います。動画はしっかり見たので、あとは日本語の取説を真面目に該当する部分しっかり読んでからやりたいと思います。まだ設置もしてませんが CB1 ですね。はい、今日はこの石型模様、交差、一目交差のひし形模様ですね、ここは二目を交差させてる、これをやってみ、リブ機、編み機とリブ機でやってみました。両番機でやってみました。以上です。楽しいです。ではまた、おやすみなさい。